今回は視聴者さんからお借りしたタフトグレード G ターボ FF モデルで時速60キロから80キロの区間の高速走行インプレッションをお届けしたいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。新車購入の参考までにチャンネル登録よろしくお願いいたします。タフトグレード G ターボ FF モデルの高速道路での走行はどうなんでしょうか。グッドデザイン賞と走行性能の関係性はいかに。では高速道路インプレッションの動画です。はい、今から天ヶ崎のパーキングエリアから5号の湾岸線を使用して芦屋南のパーキングエリアまで高速走行のインプレッションをお届けしたいと思います。このタフトをお借りして、もうすぐで1週間ほど経つところでございます。その中で今から高速を運転することでどのような感じの乗り心地を実現できているのかなというところに訴求して運転をレビューできたらなと考えておりますのでよろしくお願いします。今ちょうど3車線の道高速のところを走っているところでございます。実際、運転していてよく思うのはこの車かなり剛性が高いなというふうな印象を受けます。今大きなこのような感じのカーブで曲がっていてもあまりそのシャーシ自体のよれというのを感じるわけではありません。今、大きいカーブを左に曲がった時に、座席のシートの感覚なんですけども結構、締まりのある中身の詰まった、シートやなというふうに感じております。かなりいい感じ。そして、こちら、純正ナビを使うとメーターのセンターモニターですね、センターの液晶にナビと連動して、インフォメーションが矢印で出たりもします。今ちょうどジャンクション手前で入る大体 1500m 手前から標識のような感じで矢印が表記されています。音声でもナビゲーションされているのでかなり親切な感じになっております。やっぱり最近あれですね、センターメーターと純正ナビの連動型の車がどんどん増えてきたなというふうに感じております。では今から淀川左岸線の方に向かって湾岸線に向かいたいと思います。今ここ結構パワーがいる上り坂なんですけども、なんやろな、これターボのおかげやと思うんですけど、結構グイグイ登っていきます。おお、左か。今負荷かかるような感じで今60ぐらいの下り坂の、左カーブを曲がってみたんですけど結構サスペンションがグッと粘ったような感じで G がだいぶかかってたと思うんですけど全然シャーシもよれずすごいなと思います。はい、今下りでトンネルっていうか地下かな通りながら合流に向かっていきます。ただ今だいたい2000回転で80キロぐらい出てる状態です。中華この道地下やけどすげえうねうねしてる。今回この道初めて走ります。結構うねうねしてる。それはこんだけうねうねしてったら最高時速標識さっき今見たら50キロって出てましたね。まあゆっくり安全運転で乗りたいと思います。今結構高速のカーブが連続するようなところを乗ってますけども全然余裕。このスポーツカーとかまた違うんですよ感覚は。なんやろな、そのまんま言うとしっかりした箱の中乗ってる感じです。
だからしっかりした箱に乗ってるのでハンドルの反応がキビキビしちゃう、まあ、その表現が合ってるんかな。これもぜひ今オーナーさんの方の意見をちょっと聞きたいです。普通の軽バンとかやったらもう振られて振られてしゃあないやろ。はい、地上に出てきました。まあ無事今坂道なのでここでパワーにしてみました。あ、なるほど、やっぱりそっか、エンジン回転がだいぶ2900かなぐらいで、キープしながら踏み込めてるっていうか、浅く踏んでももうずっと大丈夫そうなぐらいのパワーを維持したアクセルワークになってます。これやったら使い勝手ええねん。で今グーって踏んでもグーって上がる、そんなにタイムラグないな。はい、今からこれ神戸方面に向かっていきます。ベタ踏み今6000回転くらいで上り坂を登っておりました。でだいたい速度が90キロぐらいになっておりました。まあでも加速についてはまあそこまで期待するほどではないか。カーブがいくらあるって言っても追い越しについても、なるほど、まあ、通常に乗ってる分に関しては特に問題はないはないですね。でもあれですね、パワーをつけた状態で運転すると多分高速域でのアクセルワークはだいぶ楽にはなると思います。まあ、ちょっと今横風がすごいな。横風やっぱ海の近くの高速なんで結構横風受けますね。ちょっと今パワーを一度切って2000回転ぐらいまで落ちて、今だいたい80から90の間を今回ってる状態です。これをシフトのスポーツモード、おお、すんげー回るスポーツ。え、これでパワーモードをして、ああパワーモードもこれでいけんねん、すげえ。だからもう今4000回転ぐらいで今90って感じですよ。これでも確実にガソリンガブ止み状態やろな。これで運転するのかわいそすぎる。なんやろな、感覚で言ったら5速マニュアルの車やったとしたら4速の状態でもうガンガンスピード出してるみたいな感じなんですかね。まあこれ CVT なんで、まあ変速機構の風に関しては特にないんですけども、感覚としてはそうですね、4速ぐらいでガンガンにエンジンぶん回して速度出してるような感じでした。まあ絶対燃費には良くない。まあ今ドライブのレンジで通常のモードですねで運転しております。高速で乗るんやったとしたらアダプティブクルーズコントロールを使わずに運転するとしたらパワーモードにして、で抜かすときはスポーツモードかな、スポーツモードにして回転数を上げて、で回転数上がってからアクセルを踏み込むような感じで運転すればいいか。なるほど。ってことはなんかちょっとした変速をいじりながら運転するような感じはちょっとできるのかな。でもほんま街乗り走行の時には思ったんが、もうアクセルとブレーキ、要は車踏めばパッと動くし止まる時はキュッと止まるんで、街中の運転に関してはほんますごく運転しやすい車やなと思いました。で高速に、至ってはどうなんかなというふうには今思ってたんですけども、要は使う機能かな、パワーボタンを使いながら追い抜かすときには S のシフトにダウンして踏めば回転数もいいところまで上がった上でレスポンスよく運転ができる、そういう風な印象ですね。よし、思ったよりここが遠い。まあ座席の位置にもよるかもしれないですけど、思ったよりここの距離があります。多分ピラー自体も結構車体の前方の方にあるのと、あとは
ピラーがせり立ってる車なんで、ここの距離感がすごく広いということで、それに伴ってどうしてもこの日よけが遠くなっちゃったということで、結構今指1本関節1本分ぐらいかなで今引っ掛けれたという感じ。はい、もうすぐ篠宮浜ですね。うわ、ゲレッテがめちゃめちゃ飛ばしてる。エンジン音については、僕これ結構静かな方やと思います。あのジムニーも乗ってたんですけども、ジムニーの方が結構音が大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、あと振動についても、エンジンから伝わる振動はさほどないのかなというふうに感じております。で、風切り音についても、さっき横風結構吹いてた時なんですけど、バタつく印象は、あったものの、まあ、静音性は高いんじゃないかなというふうに思います。なんか特有の風切り音が車内に入るかなと思ってたんです。あの四角い感じの車なんで、なんかあったりするのかなと思いましたけど、それも特にありませんでした。はい、言ってる間に、目的地のパーキングエリア、南芦屋浜のパーキングエリアに到着しました。ここはほんま最近できたパーキングエリアです。全然大きくございません。はい、いかがだったでしょうか。高速走行の、インプレッション、だいたい60キロ80キロ区間を、走行したものをお伝えさせていただいておりました。で、このような感じで、高速の走行をいろんな車でも紹介させていただいておりますので、もしよかったら、プレイリストのリンクも貼っておきますのでよろしくお願いします。まあ、いろんな車種の、動画もアップしていますので、もしよかったらそちらの動画もご覧ください。はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。次回の動画でまたお会いいたしましょう。